いやね、触り心地重視ですもんね。スウェットですか。そうですね。おはようございます。はい、今回はフクロウのインコのね、餌やりに行こうと思ったんですよね。そうなんですよね。ただ時間が意外と閉まるのが早いと気づいて、急遽行き先を変更しました。それがこちら。めちゃめちゃ可愛い古着屋さんです。古着屋西海岸。そう、それでなんかここの店、なんか店内がすごく可愛くて、うん、ちょっと気になってたので、今日はザ・古着男の方と一緒に来ました。こちらの方です。あ、どうも、はじめまして。古着がお好きなんですか。あ、そうなんですか。あ、なんか髪の毛の色が変わりましたね。あ、本当だ。真っ黒黒透けてくる。いい感じですね。タモリさん、誰がタモリやん。それでは早速中に入ってみましょう。楽しみ。レッツゴー。うわ、でっか。このでかさやばくない？すげえ。全部服、ここもそこもあそこも全部やばいね。すごいでしょ。ここすごい。どう、掘り出し物ありそう？行ってあるでしょ。マジここ、あれ朝から夜まで出るパターンだった。数時間じゃ無理だよね。いや無理だね。全力でちょっと飛ばしてくるね。うわ、すげえ。全部ジーパンじゃん、これ。すごくない？すごいね。これ絶対俺のサイズあるでしょ。あ、気持ちいい。これさ、これ気持ちいいよね。これね、今日の中の服と同じすぎ。その服よく着てるよね。これ着てたよね。これマジチャンピオンのこんな感じマジで似てる。もう一着買っとけば。いや持っとんねん。持っとんねん。これかわいい。もういいね。バスケのコーチごっこだって。誰コーチ？あ、コーチ。え、俺はじゃあ生徒。ほらちゃんとしろ。あ、私コーチできない。嘘だろ。セリフが分かんない。セリフが分かんない。ちゃんとしろしか言ってないからね。ほらちゃんとしろ。いろいろあったっしょ。なんかバスケに詳しくないから何言うためか分かんない。それでは今回の企画を説明したいと思います。今回はこの中で1着私たちのお気に入りのものを買って紹介するという企画です。そうです。今からこの中の服を全部見て、見てこの周り。すごいよね、量が。もう大量にある中から一着気に入ったものを。はい、ね、あるかな。こんだけあったらあるか。あるでしょ。掘り出し物を探します。はい、それではやってみましょう。スタート。いいのある？あるね、いっぱい。どうした？まだ候補とかない？候補ね、いくつか出てるよ。てかなんか一周回って、てかただ単に俺が欲しいやつだけどね。うん、それの候補がいくつか出てる。いやね、触り心地重視ですもんね。スウェットですか。スウェットね、やっぱ伸びる生地がいいよね。ルイ君これ履くのに何年先かな。 XL とかだよ。めっちゃ選んでる。選んでくるでしょ。何があった？うん、うん、どう？難しい。めっちゃここカラフルだね。ここかわいい。 T シャツ選んでんの？いやなんか結構全体的に見たけど、うん、あんまりなくて、うん、T シャツかわいい系のあったらいいなって。あ、それかわいいね。え、これどういうこと？あ、別にしかも柄同じすぎでそれ着る意味あるっていう感じだけど、もうかわいいね。え、それいいじゃん。え、それかわいい、普通に。はい、それでは決まったので紹介したいと思います。はい、めっちゃ悩んで結局ジョンのはなかったんですね。そう、なんかもともと俺でかいからね、うん、身長も横も。そう、親指だから。そう、親指だからあんまサイズがないんだよね。そう、親指は親指のサ
イズで行かないといけない。そう。はい、そんなことは置いといて、私とルイとルネを決めました。はい、ルイとルネのがこちら。じゃーん、かわいい。これさ、すごいかわいくない？なんか今回選ぶポイントとしては、ね、値段とかも重視した。あー、あと秋だね。そうそう、秋です。秋これめっちゃ可愛い。シャカシャカでこういう素材って意外となんかモコモコで、うん、あったかかったりするから、うん、これいいなって思って。どこのブランドなのかちょっと分かんないけど、値段が315円です。よっす。こんな感じです。おー、可愛い。はい、ルネのがこちら。可愛い。なんか可愛くない？ね、可愛い。ただルネのは今回は買うのはちょっとやめる。ルイのも買うのはやめる。まあこれが良かったって感じだね。うん、そう。なんか少し不安だから、全然これとか綺麗だけどね。ね。よく見たらさ、値段ないかも。値段がない。ない。無料。あったあった。380円です。ルイね。ルイとルネはこんな感じか。はい。で次はマナ。マナの。いきまーす。レレレレレーン。いいね。かわいいよね、これ。しかもロペロ。結構高い。ブランド？私が大好きなコートのブランド。あー、持ってたね。黒。かわいいけど、結構サイズ感がちょっと違ったから、うん、これも買えないけど、これがかわいいとか。今回は、なし。なぜ？めっちゃかわいい。汚い。めっちゃ舐めた手で触ってる。はい、ということで次チモティの紹介です。てらー、え、あ、もはやけ。いや、もう誰がおばあちゃんちのお前カーペットや。でかいんだけど超可愛くない？これ結構可愛いと思う。なんかでかさがいいよね。もうこれもうバッツシャツインとかしちゃった方がいいよ。いいね。で、それとなんか色違い？これ、いや、ブランドは違うんだ。ブランド違うの？ブランドも違うし、サイズも一応違うんだけど、なんか似たようなのが集まってたから作りも似てるし、こっちの方がぴったりか。まあでもお前が来たら意外とそれっぽくなるかも。一緒。もういいね。一緒。これ100点でしょ。ちなみに880円。まあまあ安い。安いだろ。古着って大体どんぐらいなの？俺いつも買うのは大体2000円以下で買うけど。俺は。ああ、でもそんぐらいなんだ。金使いたくないし。いや、それで800円だったらめっちゃ安いね。めっちゃ可愛いよ。いい？いいよ。キリーン。何それ？ピースマーク。え、いいじゃん。しかもそのデカさも良くない？かわいい。何やってんの？寝てる。これどうも出せないでしょ。寝てるし。ダメで、結構かわいくない？かわいい。さっきディオールあったよ。めっちゃ顔見てる。これで降りる。あ、それいいかもね。親指すぎてダメだ。あ、ダメ。うん、かわいいよね。ああ、プーさんね。後ろも最後はプーって書いてある。プーって、かわいい。プーってやってんの。プーさん、プーさん、僕の好きなプーさん、僕の好きなプーさん、世界で一番好きなんだ。ポケットやパンダ。チンピラ風ファッションだって。いや兄貴どこ叩いてるんですか？意外といいかも。やだよ、やだよ。懐かしい。今のやだよが何か分かった人はコメントしてください。これとそれ、そう、もう一枚。あ、もう一枚。これね、色違いみたいなやつね。お、買うみたい。え、全部買わないよ。あ、全部、どれかを買うのね。そう、そんなにお金ないわ、私。
私そんなにお金オーナーだから今カットです。私そんなにお金ない中国人オーナーになったでマナがもうお腹空いて死にそうって叫び倒してるからダンスが終わったら食べに行きます。はい、ではティモティー買いましたか。買いました。いいね。結局マナーは買ってないんだっけ。ということでお腹空いたのでご飯食べに行こうか。いや、ご飯食べに行こうというわけではい、というわけでちもとさん帰ってまいりました。ちなみにここはちもとの。いや、そう、映すな映すな、特定されるだろう。今日はどうでしたか。古着楽しかった。もう本当にね、疲れたけどやっぱいい ね好きなものを見るってのは思う存分探せた。もういい服も買えたし、ちょっとインスタあげようじゃあまた遊ぼう。そうね。じゃあまあということで今日も一日終わったということで、じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイ。テンテンテレレレテンテン。何の音楽